こんにちは、和田芳美です。今日の姫ご飯はカキフライを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。で、今回はカキフライですよ。あのね、私カキフライが本当に好きで、もうね、今年の冬は何度となくカキフライを作ったんですが、やっぱりね、カキはね、カキフライにするのが一番美味しいと思っております。まあ生ガキは生ガキで美味しいんだけどね、やっぱりカキフライでしょで、あ、そうそう、カキフライを作る時にね、こう一人分のフライって結構めんどくさいじゃないですか。めんどくさいっていうか、何がめんどくさいかっていうと、あのフライを作る、フライとかね、とんかつとかを作ろうと思う時って、小麦粉、卵、パン粉の順番で、あの衣をつけなきゃいけないと思うから、なんか一人分作るのもなって思うじゃないですか。で、今回はあの卵はなしなんで、小麦粉にお水を入れて、でそれをつけて、でそれからパン粉をつけて衣をつけるっていう方法なので、もうね、食べたい分だけ衣にできるっていうのでね、もうカキフライ食べ放題ですよ食べ放題とは違うけど、その食べたい量だけね、だって小麦粉とパン粉だけ、パン粉と水だけなんで、食べたい量を食べたい分だけ、揚げ物が作れるので、この方法をね、覚えておくととっても便利だと思います。あ、ちなみにカキフライ作る時に、カキのね、水分をしっかり取ってあげないと、結構お水が跳ねてきてしまうので、今回もね、一応さっきキッチンペーパーでこう両面ね、水分を取ったんですけど、このね、水分の取り方が甘いのか、こうこんな感じですよ。ちょっと若干跳ねておりますが、やっぱりね、水分はしっかりと取ってあげてください。で、カキフライ盛り付けて、今回はね、お好みソースしかなかったの、ソースとタルタルソースにしております。タルタルソース、一応作り方はコメント欄に載せておきますので、ご覧になってみてください。では完成です。できました。美味しそうですねでは味見していきます。ではいただきます。これはね、レモンを絞って、やっぱりね、私はタルタルソースと、あと普通のソースと一緒につけるのが好きなんで、ではいただきます。今日のカキフライもとっても美味しくできましたカキフライはね、やっぱり衣がサクッとして、中のカキが、なんだろうな、ふわっととろっとして、とっても美味しいですね。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ごはんの公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスチラシ寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。本当に美味しい